ようございます。12月16日水曜日でございます。2020年もそろそろ終わりで、本当に今年は何もせずに終わってしまいそうっていう感じなんですけれども、今タンパにおりまして、フロリダ州のタンパなんですけど、これからキウエストへ向かいます。1日でつける距離、今日中につける距離なんですけれども、ゆっくり寄り道しながら、行こうかと思います。もしお時間があれば、ご覧ください。よろしくお願いします。少しの間ナレーションさせていただきます。今おりますタンパ、長細いフロリダ半島の西側、メキシコ湾に近いところ。そのメキシコ湾岸へっこんで湾になっているのがタンパベイ。フロリダ州は南北に長いので、南と北でだいぶ気温が違います。北部のジャクソンビルなんかは冬にコートがいるのですが、タンパやオーランドなど中部より南では基本的に真冬でもコートはいりません。ジャケットがあれば OK。 今日12月半ば、昼間は半袖で行けます。今ちょうど走っておりますタンパベイ沿いの町セントピートに、私は以前1年だけ住んでいたことがあるのですが、1月2月に時々1日の最低気温が摂氏1桁台、8度とか9度とかになると地元の人は寒波が来たとか言ってるレベルでした。夏はもちろん暑いんですけれども、海沿いだからかむちゃくちゃな暑さではなく、東京の夏よりはマシだった記憶がございます。今から向かいますのはキーウェスト、フロリダ州の南端かつ米国メインランドの南端。もう直線距離だとマイアミよりキューバ・ハバナの方が近いところ。マイアミの先のあたりからフロリダキーという小さい島が連なっていて、一応道路もつながっています。今おりますタンパベイからは約430マイル。今日は途中どっかで一泊して、明日キーウェストに着こうかと考えております。そういえばくぼんだ湾、入江沿いにいくつも町が点在しているということで、タンパベイエリアは地理的にサンフランシスコベイエリアと似ているかもしれません。海の上走っているような、今ちょうど渡っているのがサンシャインスカイウェイブリッジ。画面向かって右側外海メキシコ湾と、左側内海タンパベイを大きな船が行き来できるように、ここの部分だけ高さが設けてあります。見た目はコンクリート打ちっぱなしで、こっちの方がだいぶ劣っておりますが、サンフランシスコベイでいうゴールデンゲートブリッジ的な位置づけでしょうか。ちなみに今使っているこの車はレンタカー、キーウェストで乗り捨てます。料金の話をしておきますと、車は24時間レンタルで 75.61 ドル、レンタカー会社はバジェット。一般的に乗り捨てると料金高いことが多いのですが、だいぶいいディール見つけたと我ながら思いました。帰りは飛行機の予定、3日後の12月19日にタンパに戻ってきます。ブラデントンの公園で一旦ストップ。昔時々来てたんですけれども、ここにあるプールで少し泳いできます。屋外プールは年中オープンしています。ただいま気温24度、まあ大丈夫でしょう。雷雲が来ないか天気少し心配ですが、行ってきます。雷雲が近づいているということで、プールクローズになってしまいました。
結局1時間半しかいられませんでしたが、こればかりは仕方ありません。ちなみに今夜は車中泊しようと思いますので、更衣室にあるシャワーでシャンプーとかは済ませてきました。ということで再出発、再び南の方へ車を走らせていきます。プール出てからすぐに土砂降りになりました。今はサラソタのあたりを通過しているところ。サラソタにはリドキーやシエスタキーに綺麗なビーチがあるんですけれども、この天気では寄ってもどうしようもないので今回はパスです。雨止みましたので一旦フリーウェイを降りて、今夜の夕食と明日の朝食を買い出しに行きます。南部ではおなじみのスーパーマーケットパブリックス、確かタンパ郊外に HQ があるチェーンだったと思いますが、特にフロリダ州内ではマクドナルドより多いんじゃないかと思うほどどっくにでもあります。逆にクロガー系、アルバートソンズ系のスーパーはこの辺りでは少数派。
お仲間いっぱいいるな。着いた。はい、マイアミ郊外のホームステッドっていう街にやってまいりました。今夜は、ここ、クラッカーバーレルの駐車場ですね。ファミレスみたいなクラッカーバーレルっていうチェーン店のレストランがあるんですけども、そこの駐車場で寝ようと思います。今回借りてる車は、SUV なので、あの後ろを2台と後部座席をフラットにしてそこで寝れるかと思います。幸いなことにですね、今夜は気温が22度ありまして、冬とは思えない暖かさですね。さすがにマイアミといえど寒さは問題ないかと思います。はい、おやすみなさい。